はい、ふどきです。今回はアマテラス大神とスサノオノミコトとの間で交わされた受けに関して考察したいと存じます。それでは参りましょう。はい、でこちらのコンセプトなんですが、古代日本のことを知ることで神社さん巡りを楽しくしようというものです。ふどきさん旅行大好きでね、よく神社さん巡らせていただいてますので、ね、こちらのご紹介させていただきたいと存じます。そしてふどきさんの情報源なんですが、今まで私が読んできてね、たくさんの古史古典といったね、いろんな書物であったりとかね、ウィキペディアさんであったり、インターネット上に溢れてるたくさんの都市伝説やネットの情報なんかを参照させていただいております。そしてこちらの意見なんですが、これはあくまでふどきさんの妄想解釈です。エンタメとしてお楽しみいただければと存じます。それでは、参りましょう。スサノオの侵略。アマテラスオオカミ VS スサノオのミコト。スサノオがやってきているという連絡を聞いたアマテラスオオミガミは、スサノオに対して異常なほどの脅威を感じます。自分の弟がただ姉に挨拶しに来たなんて、つゆほども信じておりません。さすが日本の神話です。アットホームな雰囲気なんて全くありません。まあ、とはいえですね、お姉ちゃんがね、弟をね、どこまでなんで毛嫌いしてんのかっていう理由がね、なかなかここまでには全く記されていないんですけれども、それをですね、ちょっとここではね、シュメールのね、地理的状況からね、ちょっと確認してみたいと存じます。はい。今回はですね、このシュメール文明っていうところがですね、高間原ではないかというように、仮定させていただいてるんですけど、どうやらこのお話ですね、まあ、都市伝説で有名なんですけれども、結構昔から有名な話なんですよ。はい、シュメールのね、ウィキペディアのところに書いてあるんですけども、このシュメールっていうのはね、日本語の表記で、するとすると、シュメールって言った方がね、正しいらしいんですね。ただしですね、これをですね、中山さんっていう多分京大の教授さんなのかな方がですね、これをシュメールっていう風に呼び出したよう、表記するようになったんですけども、その理由というのがですね、第二次世界大戦中、日本で高間ヶ原はバビロニアにあったっていうようなね、話が流れ始めまして、天皇を意味するスメラミコトはシュメルのミコトだといった俗説が流布されてしまった方なんで、これを避けるためにシュメール、まあ、シュメルをシュメールっていう、まあ、シュメルのミコトって言っちゃうから、シュメールなんだっていうふうに長く言ってるようなんですね。はい。まあそんなわけでですね、シュメール文明高間ヶ原説っていうのは結構昔からね、言われてる、まあ第二次世界大戦中からね、まあ結構知られたお話だったようなんですけれども、そこのね、ちょっと位置関係の方、見させていただきますと、まあ、ここでね、中山さんがね、おっしゃってるのはね、高間ヶ原はバビロニアになったっていうような感じなんですけど、まあバビロニアはね、この古代の緑色の、でかい地域になります。まあこの辺地域一帯をバビロニアと呼んでいたようなんですけど、そこにね、まあシュメールっていう文明がありましたと、まあ、最終的にアッカドっていうのが北にできて、北にアッカドができてからね、シュメールの人たちはそこをシュメールって呼ぶようになったようなんですけれども、まあまあそういう文明ができましたと。シュメール人はなんで、自分たちのことシュメール人とはね、言わなかったみたいですね。黒い頭の人っていう風にね、呼んでたようで、なんで髪の毛が黒かったんでしょうね。はい。なんでまあ黒髪といえばやっぱアジアっていう感覚があるんで、まあそこからもね、まあやっぱアジアからトランスユーラシア語族っていう流れがあるのかなっていう風にちょっと感じてしまうところがあります。そしてですね、そのシュメールの中にね、最終的にウルクっていう都市ができてきてね、このウルクがね、シュメールを滅ぼしたりもするんですけれども、まあシュメールを乗っ取るみたいな感じですね。第三王朝、ウル第三王朝っていうのを作ったりもしますと。で、そのね、ウルクとね、仲が良かった、仲が良いというかね、まあ最初は多分敵対関係とか結んでたと思うんですけど、エラムというね、地域があります。このエラムっていう地域がですね、スーサーのある地域とね、ほとんど、バッティングするような、まあ、スーサーのある場所だったりもするんですけど、はい。このエラムというのもですね、シュメール文明とね、ほぼ同時期にできた文明ではないかというふうに言われてます。まあもちろん紀元前何千年というね、単位で結構ずれていたりもするんですけど、まあ難しいなんでね、その辺ざっくりされてるんですけど、ほぼ同じような時期にできたんではないかと言われています。そしてまあここでね、言えることと言いますが、ウルクという都市はですね、エラム、スーサーとかとね、非常に影響を受けた国である。そしてシュメールという国は最終的に
ウルクのね、ウルクから将軍が送り込まれるんですけど、このウルクから送り込まれた将軍によってウル第三王朝という国を打ち立てられて、まあ、シュメル文明滅びてね、メソポタミア文明というのがこうなっていくっていうようなね、流れができているんですけど、つまりウルクからね、あの将軍がやってきてシュメールというのは滅ぼされているんですよ。はい、そういう流れがもし日本の神話にも影響を与えていたらって考えると、ちょっとまあロマンが広がるお話ではあるんですが、まあ、そんな意味も込めてね、そこからね、東の方からやってきた将軍、まあ、スーサーとウルっていうのがね、どれくらい影響してるのかちょっと分かりかねるところなんですけど、東の方からやってきた将軍武人に対してシュメールの人というのはおそらく脅威を持っていたんではないかっていったところが考えられるかと思います。ですので、その流れから考えて、アマテラス大神というのが、スサノオの御事がねやってくるときにかなり脅威に感じたっていうのは、もしかしたらその辺のね、ロマン的な要素が関係しているのかもしれません。はい、このですね、アマテラス大御神とスサノオの御事の間で交わされる契約、まあ、受け入れですね。受け入れの下りがね、ここで話される、お話の主筋となってくるんですけども、まあ、以前、日本書紀の方でね、お伝えさせて、ご紹介させていただきましたので、まあ、そちらの方もご参照いただければと存じます。とはいえ、まあ、こちらの方で、簡単にお話の流れだけお伝えさせていただきたいと存じます。まず、アマテラス大神は、スサノオの御事がやってくるという話を聞いて、スサノオに疑念を抱きます。弟が会いに来るのは善意ではない。おそらく自分の国を奪いに来たのだというふうに考えます。まあ、自分の国だっていうふうにアマテラスも認識してるんですねっていうところがここで分かったりもします。自分の国である高間ヶ原を侵略しに来たスサノオの御事に対して、アマテラス大神は完全武装のいでたちで相対します。これに対してスサノオの御事は戸惑います。ただ会いに来たというだけのスサノオの御事をアマテラス大神は信じません。アマテラス大神に信じてもらうため、スサノオの御事は受け入れを立てることとなります。受け入れはですね、この後日本神話の中でしょっちゅう出てくるんですけれども、大体その誓いを立てるみたいな、感じでね、まあ、賭けに出るみたいな感じの意味合いで出されるんですけど、まあ、大体占いだったりそういう意味合いがあります。ただね、ここではかなりちょっと変わった受け入れを行っていて、神様を生むというやり方になります。しかもスサノオの御事とアマテラスの大神が二人して、神様を生み出すということをします。つまり子作りです。ここはですね、宗教的な意味合いもあるんでしょうけど、本として物語として素直に読むと、スサノオの御事とアマテラスの大神が二人で子作りを行ったというような感じに読み取るのが正解なんじゃないかなと私は感じております。はい。まあ、これがもし人間だったらとするとですよ。まあ、神様だったら神様パワーで何でもありになっちゃうんで、はい。もし人間だったとするならば、二人で子供作りましたっていうことになるかと存じます。そしてですね、この時ですね、スサノオの御事とですね、アマテラス大神の間にですね、8人の、お子様が誕生します。まず、女の神様が、三柱、まあ、三人ですね。はい。これが宗像大社だったので、宗像三条神だったりするんですけども、あと男の神様が、五柱、まあ、五人ですね。五人誕生なさります。これがですね、現在の天皇家のね、系譜に連なっていく神様となる方の、がお一柱いらっしゃることになります。スサノオの御事はですね、この後もたくさんお子様を産むんですけれども、アマテラス大神がですね、お子様を産むのはこの時だけです。はい。なので、現在の天皇家の系譜に連なってる、神様っていうのがここで誕生されてるっていうことになるんですけども、まあ、その時のね、相手がね、スサノオの御事だったっていうことがね、ここでは、まあ、一つ重要なポイントになってくるのかなと感じております。まあ、どちらにせよ、アマテラス大神とスサノオの御事がですね、それぞれここで、八柱のですね、神様を誕生なさされた、まあ、子供を作ったといったことが記載されております。そしてですね、ここでですね、どういう理由か全くわからないんですが、スサノオの御事が勝利宣言を実施します。はい。なんか宗教的な意味があるのかもしれませんが、物語的にはとんだ軽蔑発言です。はい。そしてですね、スサノオの御事の勝利宣言をなぜかアマテラス大神はてへーといった感じで受け入れます。そうね、疑ってごめんなさいね、みたいな感じで、はい。もう、さっきまでの怒りは何だったんだっていうようなね、かなり謎な展開をここで迎えます。そしてですね、アマテラス大神とスサノオの御事は高間原で一緒に暮らすこととなりましたとさ、めでたし、めでたし。はい。もちろんそんな甘い話なわけがありません。
古事記日本書紀仙台九字本紀ではね、ここをそんな風に記載しているんですけども、ちょっと物語として考えると、もしこれが実話にあった実際にあった人間の話として考えると、これほど整合性の合わない話はありません。これから戦争するぜって言ってた人たちがいきなり仲良く二人めでたちめでたちで、これから暮らしていこうぜ、しかも子供一緒に作ってるぜって、おかしな話です。なのでここは不読さん風にちゃんと、ちょっとちゃんとと言いますか、まあここはちょっと私なりにですね、ちょっと妄想解釈、広げていきたいと存じます。まずですね、この右京の下りのね、スサノオノミコトの高間ヶ原入場シーンを見てみたいと存じます。大海原は激しく揺れ、大海原がとどろき荒れる、大地が地響きを立てる、山や竹が鳴り吠える、山や川はすべて揺れ、国土が皆すべて震える。これがですね、スサノオノミコトがですね、高間ヶ原へとね、天上の世界に登っていく様子っていうのをですね、古事記と日本書紀と仙台九字本紀っていうところのね、表現を引っ張り出してきたものなんですけれども、まあ海は荒れてるわ、大地は揺れてるわ、これはもう、日本人なら誰もが想像する地震ですね。はい、地震と津波の様子というふうに想像ができます。これはですね、スサノオノミコト、前回もお伝えしましたね、機械カデラ大噴火って言ったところのね、自然災害っていうものを想像することもできますし、もちろん、スサノオノミコトがね、荒れ狂ってるっていうね、そういうね、大々しさっていうのを表した表現だっていうふうにも見ることもできますし、そして最後にもう一つこういう見方もできます。これは、スサノオノミコトが軍勢を動かしている姿、その様子である、というふうに見ることもできます。山や川を、大地を揺れ動かすほどの集団が、軍人が、軍隊が動いている姿、そして川も海も荒れ果てている、つまり軍船を浮かべている姿、というふうに想像することもできるかと存じます。スサノオノミコトに対してアマテラス大神の登場シーンというのも見てみましょう。身ぐしを解き断層する、この時ズボンを履いてます。スカート脱いでズボン履いてます。そして、勾玉で全身武装、防御力アップですね。はい。鏡の、鎧の背中に1000本の矢を背負っています。胸には500本の矢を持っています。腕に友をつけ弓を持っています。剣の束を振り絞っています。四股を踏み、雄たけびを浴び、そして、スサノオノミコトに対して激しく攻め立てます。いやはや、かなり荒々しいシーンです。アマテラス大神が登場するのはこのシーンが初めてなんですけども、いきなり戦闘態勢まっしぐら、もう戦う気力いっぱいです。いやはや、とてもこの後、てへんなんて言いながらね、スサノオノミコトとね、アマテラス大神が仲良くしているシーンが出てくるなんて、とても想像できる雰囲気ではありません。はい。なんでね、何かが足りてないんですよ、これ。情報が。神話なんでね、かなりはしょられてると思います。なのでね、ここは何かもうちょっと情報があったはず。で、その情報というのがここではおそらく描かれてない。そういう風に考えた方がね、物語としてはしっくりきます。ですので、ちょっとそこをですね、妄想解釈してみたいと存じます。まず、起こっている事実だけ考えますと、両陣営が対立しています。アマテラスさんも、完全武装してますし、スサノオノミコトに対してもかなり荒々しい姿で登場されている。これは対立しているっていう風に考えるのが自然です。そしてですね、ここからかなり話が飛ぶんですけども、最終的にスサノオノミコトがですね、なぜか勝ち名乗りを行ってます。俺が勝ったって、スサノオノミコトが言ってるんですよ。全く意味不明な KY な発言なんですけれども、もしですね、この前の段階に何かがあって、その勝負ごとにスサノオノミコトが勝ち名乗りを上げたって考えると、かなり自然な形になってきます。そして最終的にですね、勝ったスサノオノミコトがですね、アマテラス大神とですね、その後和平を結んだっていう風に考えた方が意外としっくりします。ではですね、この間に一体何があったのかって言ったところをちょっと妄想解釈してみますと、こんな感じになるかなと存じます。はい。
おそらくこれはもうシンプルな答えなんだと思います。つまりアマテラス大神率いる軍勢とスサノオの御事が率いた軍勢一族部族がですね、両部族がですね、ここで軍事衝突したというふうに考えるのがやはり自然な流れなんではないかなと存じます。まあ軍事対衝突ね、実際にしたかどうかというのはまあ実際ここでわからないんですけれども、まあ、最終的にはこれに対してスサノオの御事が勝負を得た、まあ、政治的に勝利を得たのか軍事的に勝利を得たのか、そこはちょっと分かりかねるところなんですが、スサノオの御事が勝利宣言を行う状況ができた。そしてスサノオの御事がアマテラス大神に対して和平を提案したといったような流れが出てくるんではないかなと存じます。実際にこの後アマテラス大神とスサノオの御事は高間ヶ原で一緒に生活しています。そこからもですね、勝者であるスサノオの御事がですね、アマテラスを征服したというふうには少し考えにくいかなと思います。まあ、もしくはそういう表現を避けたとも言えるのかもしれませんが、まあどちらにしろ勝利者であるスサノオの御事とアマテラス大神がですね、ここでですね、婚姻関係を結んだというのはね、ある種の政略結婚的な流れが、できていたんではないかなと存じます。そしてその政略結婚によって、まあ、八柱の神様、後にですね天皇家のね系譜に連なる、神様がねここで誕生されたといった形になるのではないかなと存じます。それをここではまあオブラートにですね受け入っていう形でですね表現しているというふうに、考えるのがね物語としてはシンプルですし、まあ日本書紀とか古事記っていうものがですね天皇家っていうのものをね正当性を示すものとして描かれているものですので、ここではそれをですねオブラートに包んでそういうふうに表現したっていうふうに考えるのがね自然な流れなんではないかなと考えております。まあ何にせよなんですけれども、アマテラス大神とですねスサノオの御事はですねその間にですね子宝に結構恵まれてますね。はい、男の神様5人生まれてますし、女性の神様3人生まれてる、計8人の神様が生まれてる。まあ神様だから八柱なんですけどね、8っていう数字は非常にたくさんっていう意味合いを込めているんで、まあ本当に厳密に8人なのかっていうところはちょっとわからないところなんですけど、まあまあ子供が生まれてですね、それなりに2人は幸せに生活したんじゃないかなと私は考えております。またですね、アマテラス大神とスサノオの御事がですね、まあ、お姉ちゃんと弟というね、近親関係であるというところなんですけれど、それはまあ、吹っ飛ばして考えていいと思います。はい。ここで考えるときは、ある一族の族長、まあ、長である二人がね、結ばれたっていう風な考え方でいいと思います。まあ、厳密に本当に族長同士が結ばれたのかっていうと、かなり怪しいところではありますが、まあ、将軍であるスサノオという存在とですね、まあ、祭司であるその祭司の王様である巫女さんであるアマテラスという2人が、婚姻関係に結ばれたというね、まあ一族レベルで考えた方がいいかなというふうに考えています。なんでまあ兄弟とかね姉妹とかねそういう概念はここはあんまり無粋なんじゃないかなと思ってます。はい、一族と一族が、まあ、トランスユーラシア語族というね同じ子孫を持つ一族がですね結ばれたっていうふうに考えるのが自然かなというふうに考えております。こうして高間ヶ原にしばしの平和が訪れました。しかしそれは次なる災いの始まりでもあったのです。